久保さん警察に捕まりままりしししたとお話ししておきましょうか僕が最後に警察に捕まったのが赤信号を無視で切符を切られた時なんですよね。で、その赤信号を切符で切られたやつを、あのー、切られなかったらもう僕はゴールド免許だったんですけども。まあ結構ね、その免停食らってからずっと切符切られてなかったんですよ。で、あと1年ぐらいでゴールドみたいな時に、 切切符を切られたのであの <laughs>、またそこから5年、無違反しないと <laughs> ダメっていうね。さあ、あの、アクア信号で捕まった時ね、前の車が黄色で行ったんですよ。で、行き、あのね、大きい高速、大きい国道、大きい国道、まあ、広島だったら 2, 2号線とかあんな感じですかね。結構まあ、なんかでかいじゃないですか、2号って。 でそこでまあ結構出ると出るんですけどまあ前も出ててこう行ったらですねあーんみたいなのたその君とまりなさいみたいなちょっとあの強引だったねみたいなすみませんみたいなお疲れ様ですとでも僕はその時ね昔だったら昔だったらでしょ。 ふざけんなよ、前の車も行ってんじゃねえかみたいな話だったんだけども、まあその時に、気をつけんとあかんなとか、警察の方お疲れ様ですとかね、なんかそういう風に受け取れるようになったっていうね、まあ受け取り方ですよね。でもその時に、まあ、これはあの、なんか神様、警察に止められたけども、これは神様からのお告げなんじゃないかなっていう捉え方ですよね。あのー、 安全運転センターあかんなと。うん、逆にここであの止めてくれたおかげでなんだかあのそういう意識をまたみなんだできるなみたいななんかその これはよ,よかったなと思うのはやっぱビジネスをこう勉強していく上でいろんな生活においてですよいろんな生活において別にその警察に切符切られるとかビジネスとは関係ないじゃないですかでもビジネスで勉強してたおかげでそういう捉え方ができるようになったっていうのは良かったなと思いますうん違う側面ですよねだから結局その久保さんの即完塾の受信力っていう言葉もありますけどもやっぱ ビジネスをこう勉強してくれる。要はな、なですかね。あの、表面的な部分で言うならば、ビジネスが僕を自由にしてくれたっていうところは表面的であって、もっと裏側の心理を言うならば、ビジネスが、うん、受け取り方を自由にしてくれたみたいなね。<laughs> 久保さん、どうすかビジネスが受け取り方を自由にしてくれたみたいな。<laughs> ビジネスが僕の受信力を、あの、 世界中電波が届くような電波局にしたみたいなね。<laughs> 様々なことをいろんな形で受け取れるみたいな話ですよね。でも多くの人はやっぱビジネスやってないですから、そういう受け取り方はできないでしょうね。今、俺、切符切られた、金取られた、ふざけんな、っていう人生でしょうね。言ってらっしゃい。